里見隆二でございます私は今日は3つのことを皆様にお約束をしておきたいと思います1つ目に働く人の味方里見隆二という点でございます私は厚生労働行政で24年間特に私の信条信念としておりましたのは家庭でもお父さんとお母さんが一緒になって育児や介護や家事をしていける職場にあっても 今までのように男性任せではなくて、女性が活躍できる、そうした社会を目指していく、そのために必要なのは、例えば育児や介護の休業についても、男性がしっかりとって、そして家庭にもしっかり身を置いて、お母さんと共に時に育児をしていく、そうした社会が必要だと、実はこの働き方改革の一環で、昨年、育児休業法の改正というのがありました。 その中で新たに作られましたのが、男性版の産後休暇ということであります。産後4ヶ月のうち2ヶ月間分、しかも2回に分けて、しかも今までの育児休業とは別に、別枠で取れるようにしようと。これが私、里見隆二、推進をさせていただきまして、いよいよ、この10月に実現をスタートいたします。そして2点目に申し上げたいのが、経済対策。特にサラリーマンの 賃金を引き上げていく。第二次安倍政権から急激に最低賃金上がり始めましたが、その1年目、2年目の担当課長、実は裏方で、この里見隆二がやっておりました。私は中小企業をしっかり支援をして、そして賃金が払える、そういう環境が大事だと。当時、業務改善助成金、これを拡充してバックアップしました。今、これを最低賃金だけではなくて、賃金全体を引き上げていこうと。 その対策の中で、こうした事業者の話も聞く、そして働く皆さんの代表者も聞く、そこに政府の側も入り、そして公明党が今提言をしておりますのは、学者の皆さんも入ってもらって、国全体で賃金を上げていったらどうだろうかと。賃金が上がれば皆さんも買い物していただけます。買い物していただければまた企業の収益が上がる。景気の好循環、経済の好循環。これを私、里見隆二。 前前に前に進めてままいります3点目に申し上げたいのは、今のウクライナ情勢を踏まえての安全保障体制をしっかりと強固なものにしていく、さらには国際平和を構築をしていく、今申し上げました3点、これは今回の選挙に勝たなくては私、実現が、実行ができません。野党の方々には絶対負けるわけにはいかない。皆様どうか私里見隆二に お力をお貸しくださいどうぞよろしくお願いいたします